人が生活する上で最低限必要になるベースをどう作れるかみたいなのを見ているっていうような形で、大きくこの3つのテーマで、基本的にはテーマに合うところで、かつユーザーさんだったりとか現状に対する解像度がめちゃくちゃ高い人。スタートアップ同士 TV、 はい、皆さんこんにちは。スタートアップ投資 TV ガゼルキャピタルの石橋です。今回もですね、この番組はヘンゲさんとイニシャルさんにスポンサードいただきながらお送りをさせていただいております。長留さん、大沢さん、いつもお世話になってます。今回からですね、まだそんなに露出してないですよね。そうですねまあ、僕自身はもうお付き合いが長いというか深いのでよく知っている方ではあるんですけれども、まあ、改めて、はい、ウェイポイントベンチャーパートナーズのファウンディングパートナーでいらっしゃる平田さんにご出演をいただいておりますので、今回からよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回まあ第1弾なのでファンドのお話をいろいろお伺いしていくんですけれども、はい、第2弾でまあ自己紹介というか平田さんのまあ略歴、はい、ただまあ僕はまあ第2弾でもお話しいただくことになる、まあ、ご前職時代からもご縁があったので、ウェイポイントさんとしてのことって、まあ、あんまりやっぱなんだかんだ知らないなっていうのは素直に思うところなので、はい、今日はいろいろとウェイポイントさんのことをまずはお伺いしていければと思うんですけれども、改めていつぐらいにできて、どういうテーマでどういう規模でみたいな基本的なところまずは教えていただいてもよろしいでしょうか。はい、わかりました。ありがとうございます。そもそも会社自体ができたのは去年の3月で、2023年、はい、はい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 、の3月です。はいはいはい、ファンド自体ができたのが去年の9月になるので、まだやっと半年が終わったぐらいというような感じ、新しいファンドですね。はい、出来たてほやほやのファンドになります。で、投資してるテーマ大きく3つありまして、一つが新しい街づくりっていう風に言ってるんですけど、すごく基本的にここから出てくるテーマ全部抽象的なんですけど一つ目のその新しい街づくりに関しては、今まで作られてきたインフラって呼ばれるものが50年60年できてからそれだけ時間が経っていて、まあ、老朽化をしてきました。で、それが作られた当時っていうのは人口が増加する一方であるねっていうところで作られてたと思うんですけど、一方で現状基本的には人口が減っていますっていうようなトレンドなんです。そうなった時に50年60年経ったインフラをそのまま回収してこのまま使い続けるのか、それとも、まあ、もうすでにオーバースペックにもなっちゃってるし、回収するのもそれだけお金がかかるよねってなった時に、じゃあ新しく今の人口動態に合わせて作り直すかみたいなことを考えた時に、まあ、いろんな最適化のさせ方があるよねっていうところで、まあ、いわゆるインフラっていうと電気ガス水道とか橋とか道路みたいなイメージだと思うんですけど、それだけではなくて医療だったりとか、あとは交通の領域だったりとか行政サービスみたいなのを見てるのが一つ目のテーマ。それだけで十分広い。そうなんですよめちゃくちゃ広くて、確かに、はい、3つに絞ってます。だから限りなく広い、はい、もうそれだけで街1個分入ってるんで、確かに医療も入るんだけど、はい、でもまあまあそういうことですよね。新しい街づくり、そうですね、はいはい、で2つ目が産業の持続的成長っていう、またこれもふわっとしてるんですけど、どちらかというとこれはガゼルキャピタルさんにすごく近いところかなと思っていて、いわゆるレガシー産業の生産性改善だったりとか、あとはまあカーボンニュートラルみたいなお題が新しく出てきた中で、まあ、これって今までは大手の企業頑張りましょうみたいなところだったところから、徐々にバリューチェーン、サプライチェーンを通じたカーボンニュートラルの実現みたいな話になってくる中で、やっぱり中小企業も含めて頑張らないといけないよね。でも一方で中小企業ってそこにがっつり投資するような力はないよねってなった時に、じゃあそこに対しても何かテックを絡めることによってアプローチの仕方があるんじゃないかっていうのを見てるのが2つ目のテーマです。はいはいはい、3つ目のテーマが一番わけが分かんないんですけど、個人のエンパワーメントっていう 2C なら何でもやるのかみたいなテーマなんですけど、 2C だったら何でもやるっていうわけではなくて、どちらかというと 2C の中でも人の生活で最低限絶対に必要になってくるよねっていうようなボトムラインのところに対してどんな新しい選択肢を用意できるかっていうところを考えてるテーマで、いわゆる教育であったりとか、まあ、ここもヘルスケアみたいなところからなんですけど、だったりとか、あとは金融だったりとか、人が生活する上で最低限必要になるベースをどう作れるかみたいなのを見ているっていうような形で、大きくこの3つのテーマで投資をさせていただいております。なるほどっすね。その3つのテーマに対していわゆるなんかファンドのサイズ感であるとか投資ラウンドであるとか、はい、どういうまあくくりでやっていこうみたいな感じになるんですか。一応今まさにファンドレイズしてる真っ最中ではあるので、はいはいはい、まあ、目標金額って話なんですね、はい、そうですね。なんでそれでいうと5から10億円での着地を目指して今ファンド組成をさせていただいてまして、基本的にはプレシードシードって呼ばれるような、まあ、創業間もないラウンドで投資をさせていただくっていうところを狙っているファンドになります。大体1社どのぐらいプレシードシードで
で投資をするイメージになってくるんですか。基本的には一番最初はマックスでも2000万円ぐらいまでかなっていうところで、現状でいうと1000万円ぐらいで、はいはいはい、オファーさせていただくケースが多いかなと思います。仮にじゃあ一旦10億としましょう、はい、10億集まった場合だとどういうストラクチャーになってくるイメージですか。基本的には6対4ぐらいで割れるのがいいのかなと思っているので、6割は基本的には新規投資に回させていただいて、残りの4割に関しては追加投資に回すみたいな形ができると理想かなと思います。4億後半ぐらいが、まあ、そうですね、はい、じゃあ本当に創業期で1000万から、まあ、2、3000万ぐらいまで、はい、そうですね、のイメージで、はい、リードフォローみたいなところで言うと何かこだわりとかってあるんですか。基本的にリードできたら理想だなとは思ってるんですけど、うん、一方で、まあ、調達される金額が徐々に大きくなっていってるっていうのもあるので、リードができる状態ではいくけれども、そのラウンドだったりとか、まあ、起業家さんのご希望に合わせて、まあ、フォローに回るっていうケースも考えているっていう感じです、うん、なるほど。なんか僕の中で勝手な印象のイメージとして、はい、平田さんって割と中四国含めて地域に足運ばれてるケース多いなと思っていて、さっきの3つのあえて抽象度が高いテーマとか言っちゃいますけど、ウェイポイントさんとして何かそれ以外のまさに地域であるとか、はい、何か絞り込みをしている要素とか何かあるんですか。基本的に地域でフォーカスを仕切っているというよりか、うん、まあ、さっきの3つのテーマの中で地方と首都圏とで濃淡をつけてるっていうようなイメージを持っていただけるといいかなと思っていて、いわゆるその個人のエンパワーメントみたいな領域に関してやっぱり個人の方がたくさんいらっしゃるようなエリアがいいので、やっぱり首都圏の方が相性がいいかなとは思ってます。一方で新しい街づくりの方に関してはその人口が減少してると言っても東京はまあまあ人はいるし、東京の街の作られ方ってちょっと特殊な作られ方をしていると思うので、そうするとなかなか課題が顕在化しにくい。新しい街づくりみたいなところに関しては地方で見ていってるっていうような形で、どちらかというとそっちの方が顕在化するスピードも速いですし、まあ、医療だったりインフラだったりどうすんのみたいな、税収も徐々に減っちゃう中で、これって別に補助金助成金でなんとかしていける範囲じゃないよねっていう話も出てきちゃうので、基本的には地方ではそっちの方を色強めに見ていて、で逆に首都圏に関しては 2C のところだったりっていうのを色強めに見てるっていうような感じなんで、結局なんか中四国ってイメージもじゃあ必ずしも正しいわけじゃないと思うんです。要は地方ってなると他にもいっぱいあるじゃないですか、はい、そこでどういうふうに今分けてらっしゃるんですか。基本的には中四国に足を運んでいる頻度の方が圧倒的に多いですと。ただ一方で中四国エリア以外のスタートアップには投資をしないっていうわけでは全くないので、はいはいはい、ただシンプルにそういうスタートアップが出てきた時の実証のフィールドだったりとか、うんうん、アクセスできるアセットの量みたいなところを考えた時に中四国っていうのはすごくそういうスタートアップが成長する上ではいい環境なんじゃないかなと思って見ているっていうような形なので、まあ、現地に行ってる回数は圧倒的に中四国が多いっていうようなそんなイメージですね。今で言うと場合によってはもう少し株価で言うと高いところとかもやりうるんですか。基本的にはもうメインはがっつりプレシードシードでのみって感じなんですか。たまに要はレーター組み入れたりする人もいるじゃないですか、はいはいはい、なくはないっていうぐらいだと思っていただけるといいかなと思います、はいはい、基本的にはもうプレシードシードにフォーカスをしたいっていうような感じです。今って何人でやられてるんですか。今基本的にフロント業務とかメインで動いてるの僕一人、まあまあやっぱそうなりますよねで一応管理だったりとか、はいはいはい、そういうところに関しては外部でお願いさせていただいてる方がいらっしゃるので、逆に言うとそこはしっかりとやりながらもフロントに関してはひとまずファンドが出来上がるまでは一人で動こうかなと思ってやってます。インターン生とかもまだ入れないんですか。まだ入れてないですね、はい、将来的に入れたいなと思ってます。スタートアップ投資 TV では資金調達が必要な場面ですとか、どういう風に資金調達したらいいのかわからない方々に向けて資金調達相談の窓口というのをやっております。概要欄の方から URL 見ていただければと思います。それでは番組後半もお楽しみください。改めてその、まあ、今半年ぐらい経たれて、はい、ステルスも含めるともう何社ぐらいやってるんですか。ですね、ステルス含めても1社しかまだやってないので、あ、でも公開済みの KG モーターズ、はい、図です。もう常に投資されてると思いますけれども、はい、なんか改めて、まあ、さっきの文脈に合わせるとこういうテーマだったから、でかつこういう規模感で投資していて、なんで可能性を感じてるみたいなところぜひお話しいただけると思いますが、いかがでしょう。ありがとうございます。テーマ的にはもう1個目のテーマドンピシャなのかなと思っていて、うんうんうん、新しい街づくりの中でも、まあ、移動体モビリティみたいなところのテーマで投資をさせていただいたっていうようなそんな感じになります、うん、で元々は KG モーターズ自体が創業する前から実はお話をしていたので、なんでいつからですか。ですね、2022年なんでまだ前職に僕がいた時なんですけどなんですごく長い付き合いさせていただいていて、一個人の創業者の方と話してたって感じですか。あ、そうですね、創業チームとお話をさせていただいてたっていう感じですね。やっぱりその中で一番最初その車を作りますってなった時に、うん、
マジかみたいな。間違いない。めちゃくちゃ難しいところにと思っていて、で、まあ、車って聞くと基本的にその高いハイグレードなところから入っていくのかなって一番最初思ったんですよ。そしたら真逆のところから入られるってことだったらそこにも驚き、とはいえまた物を作っていくってなると当然サプライヤーさん巻き込んだりとか資金調達もしないといけないしって大変だろうなと思いながらいろいろディスカッションさせていただいてたら、あれよあれよという間にサプライヤーさんをすごい勢いで巻き込んで来られて、でそれもすごく有名なサプライヤーさんたくさん入られてたんで巻き込み力やっぱ半端ねえなみたいなところと、あとユーザーさん のヒアリングのスピードもすごく速く、かつ解像度もかなり高く出されていて、このチームだったらやれちゃうんだろうなっていう風に思わされたっていうのがこのチームすげえなと思ったポイントだったっていう感じです。ちなみにあれですよね、 YouTuber ですよね。そうですそうです、はい、僕もなんか知らなくて、はい、でなんかどういう会社なんだろうって思ってちょっと調べたら、おー YouTube 出身なんだ。はい、そうなんですよ。なんてチャンネルの人なんでしたっけ。結構ニッチチャンネルなのにめっちゃフォロワーいますよね。クスンガレージモーターズっていう、クスン、はい、クスノキさんっていう方が創業者なんですけど、 YouTube チャンネルやられていて何十万人ぐらいですよね。19万ぐらいいるのかな。すげー。多分16から19万ぐらいいたと思うんですけど、すげー、はい、っていう形でもう本当に車分解したりとか新しく作ってみたりみたいなのをずっとやられていて、さらにその一個手前は実はポッドキャストからスタートしてたみたいな話も後日談で聞いてマジかと思ったんですけど、なんでそういうところからスタートをしていて、逆に言うとファンの方もすごく多かったですし、自動車業界の方がよく見ていただいてたみたいで、チームアップみたいなところもチャンネルを使って採用ができるっていうところもあったりして、そういう意味でもすごい強い会社だなと思いました。なるほどっすね。人物像ですとか足元でどういう行動があったとか出来事があったのは分かってきたんですけど、未来の可能性みたいなところで言うとなんかどういうところに期待して一番最初の1号の1社目で投資されたんですか。まず一つはシンプルに今ターゲットにしているような地方で暮らされている方たちの2代目の足として使っていただくっていうところを期待しているところなので、まあ、シンプルにそこは今ある軽自動車だったりの置き換えになるんじゃないかっていう分かりやすいスイッチングなのかなと思ってます。一方でもう一つアップサイド的な期待っていう意味で言うと、どちらかというと今車を持ってらっしゃらない方たちが新たに乗るきっかけになるんじゃないかみたいなところも少し期待をしてますし、あとここは価格の問題かなとは思ってますけど、海外に行ける可能性もあるプロダクトなのかなというふうに思っているので、まあ、狭いところを走れるってのは圧倒的に強いのですごくコンパクトなんですよ。なのでそういう意味で言うと、まあ、海外の可能性もあるのかなっていうところとかは期待をしながらっていう感じですね。あれっていつぐらいに売り出せるんですか。2025年の販売開始を予定しているの で、はい、でまさにタイムリーな話で、確か3月だったと思うんですけど、はいはい、に先行の予約を開始させていただいたっていうような形なので、今エリア限られているんですけれども実際に予約もいただいているような状態。単価いくらぐらいの想定なんですか。今100万円で、はい、出させていただいてます。絶妙なところですね、はい、いわゆる軽自動車をイニシャルで買うことに比べると安いですし、かつどちらかというとランニングコストが安いっていうのがすごく大きな強みで、エネルギー効率がいいってことですか。もそうですし、あとは自動車の規格が全然違うんですよね。なんで車検が不要だったりとか、あと車検が不要な車ってあるんですか。そうなんですよ。原付ミニカーっていう別規格、いわゆるそのちょっと田舎の方に行っていただくとセブンイレブンの前に三輪車みたいな車があると思うんですけど、なんかありますね、なんかちょっと ミニハウスでできてるような、ね、そうなんですよ。そうなんです。それトヨタ車体が作られてコムスっていう車なんですけど、それと同じ規格になるので、なんでちょっと軽自動車とまた規格が違うんですよね。原付ミニカーっていう名前の通りで、基本的には複数台所有されてる方のセカンドカーを狙ってる車なので、そのメインカーの原付特約で保険がカバーできちゃったりするんで、なんでそうするとランニングコストがガツンガツンって下がるんですよ。でかつ1キロ走る時にかかるコストの効率も非常に高かったりするので、そうするとざっくり8分の1とか7分の1ぐらいまでランニングコストが下げれるんじゃないかみたいなところを試算してるっていう感じですね。イニシャルももちろん下げれるんですけど、どちらかというとインパクトが出るのはランニングの方っていう感じです。理解です、理解です。ありがとうございます。なんか KG さんの話は十分分かってはきたんですけれども、はいはい、逆に言うと今で言うともうファンド立ち上げられ始めて半年経たれていて、はいはい、1社って順調に組み入れが進んでるかどうかで言うとちょっとゆっくりな方なのかなっていう印象は個人としては受けます、はいはいはい、ってなると結構な量断って
ていらっしゃったりも、あ、そうですね、まあ、いい意味でですね、はい、別になんか僕らって VC って見ていただいてる方、あのもう知ってる方の方が多いと思いますけど、100社あって1社2社に投資することがあるみたいな類の仕事なので 99% ぐらいのことはお断りをさせていただかないといけないっていう業種なので、事実として断ることもお仕事っていうのはすごい大事なことだと思うんですけど、にしてもゆっくりじゃねって思うんで、なんかこういう人はやっぱりちょっとウェイポイントさんとしては投資難しいかなとか、こういう授業はちょっと対象外にやっぱなっちゃうかなっていうところって、例えばどんな感じだったりするんですか。まさにさっきのテーマで言うと、なんか何でも入ってそうだよねっていう、だから NG の方をちょっと聞いた方がいいのかなって、まさにおっしゃる通りで、うちの会社のホームページ上にも書かせていただいてるんですけど、例えば一番わかりやすいところで言うとエンタメ領域とかはやりません、とか問い合わせはしてくるの。いや全然あのしていただいてもいいんですよ。あの実際にエンタメ領域でお問い合わせいただくケースもありますし、なんで事前にディスカッションみたいになっちゃいますけど大丈夫ですかっていうようなお話をさせていただいた上で、それでも OK っていうことであればお会いはしてるんですけど、基本はエンタメ領域はやれないし、あとはまあディープテックの中でも創薬みたいなところ当然できないしみたいなところもあったりするので、まあいわゆる他の VC さんがメインで投資されてるところでも場合によってはやらないっていうケースもあったりするのかなっていう感じですね。なんか領域とかだけじゃないな、こういうのはやっぱまあまあ NG だよねみたいなのってなんか他にあるんですか。例えば物がないとかエンジニアがいないとか、特になんか平田さん個人としてこれはやっぱなかなか一緒するのは難しいなみたいなところでも全然いいと思うんですけど、物がないみたいなところは全然問題ないかなと思っていて、で、まあ、物がないのであれば逆に言うと、じゃあその物を作れるチームはあるよね、みたいなところは必要になるかなと思うので、チームがないから NG っていうことでもなければ、物がないから NG ってわけでもないけれど、その先に進む上で必要なものは揃っている状態になってるよねっていう形になっていれば、それはそれで問題ないかなというふうに思ってます。あとは領域さえあればもうつどつどでぜひ判断って感じですね、はい、基本的にはそんな感じでやってます。とはいえめっちゃ厳しいじゃないですか、そこはなんかメインポイントとしてはどう解釈してるんですか。そもそも ターゲットの組入れ者数がかなり少ないとかでもないですよ、ね、少なくはないと思います。まず一つあるのはファンドの組入れの額がどれぐらいになるかがそもそも分かんないので、まあまあ、ちょっとそこのスピードをコントロールしにくいよねみたいなところは言ってあるかなと思ってますっていうのと、あとは必ずしもお会いした会社さんが全て投資できるわけではないっていう中で、特にその中でも地域の方に行くと、やっぱりどうしてもそもそもスタートアップとしてはやらないみたいな方もいらっしゃったりするので、そこの分の数で少し遅れがあるみたいなところは一定あるのかなと思ってますが、遅いのは事実だと思ってます。ただ一方でめちゃくちゃ遅すぎるかっていうと、それはそこまででもないかなと思いながらやってるっていう。なるほどなるほど。逆にどんな人今探してるんですか。基本的にはテーマに合うところで、かつユーザーさんだったりとか現状に対する解像度がめちゃくちゃ高い人ないし、解像度上げるスピードがめちゃくちゃ速い人が個人的にはすごく好きなタイプというか、なのでやっぱりそういう方は、はい、特にっていう感じですかね。ちょっと改めてあの2本目は、平田さんの自己紹介というか、なんで独立したんだっけみたいなところとか、そもそも何歳だっけみたいなところも含め、これ若手なんだっけみたいなお話もちょっといろいろと聞いていければと思っておりますので、ぜひ皆さんチャンネル登録もしてお待ちいただきながら、もちろんあの動画見ていただく中でですね、ちょっと平田さんにお話聞いてみてもらいたいなって場合は、概要欄の方にウェイポイントさんの URL ですとか、平田さんの Twitter の URL 等も記載をさせていただいておりますので、ぜひそちらからもご連絡いただければと思っております。それでは改めて引き続き第2弾も続いてまいりますので、次回もよろしくお願いします。お願いします。皆さんも次回もお会いしましょう。さよなら。